はい、そういったわけでございまして、今夜のメニューは中華丼弁当、なんとこの具沢山で300円、お値打ち価格となっております。奥さん、サイドメニューとしましては7割納豆、人参ジュースに、デザートはその前に自家製うまい卵、そしてデザートはバナナプリンとなっております。ね、見た目通りね、もう具沢山で美味しかったです。エビも入って、さらにはお肉も入って、白菜シャキシャキ、これで300円、美味しかったです。最後にデザートの感想もしていきますんで、最後まで見てってくださいね。それでは本日のニュース、気になった出来事、行ってみたいと思います。原発に爆発物、ウクライナ、ウクライナ南部サポリージャ原子力発電所をめぐり、ウクライナ側は原発を占拠するロシア側が爆発物を設置したと訴えているのに対し、ロシア側はウクライナ側が攻撃を計画しているとして、両者は主張を対立しています。アメリカのシンクタンクはロシアが情報戦を展開し、ウクライナや欧米側に対し揺さぶりを強めている可能性があると見方を示しています。サポリージャ原子力発電所をめぐり、ウクライナ軍の参謀本部は4日、原発の3号機と4号機の建物の爆発物のようなものが設置されたという情報が明らかにしました。ゼレンスキー大統領も動画で、ロシア側が原発に対し何らかの破壊工作を行う可能性があるとして、ロシアを止めることは世界中の全ての人の責任だと強調し、国際社会に対し原発の安全確保をするよう強く求めているということでですね、もしも原発に何かあった場合、欧米、ヨーロッパまでその被害は及ぶと言われています。もしそうなった場合、本当の意味で世界戦になって突入してしまいます。それだけは避けなければいけません。戻りまして、デザート、このバナナプリン、バナナの風味がすごい濃厚、鼻からツーンと抜けるようなバナナの香り、濃厚で美味しかったです。エコイケポイントとしましては 86 ポイントいっちゃいましょう。おすすめです。ご視聴ありがとうございました。300円、安かった。これはお買い得です。